なんかもうドライヤーしたんだけど、お風呂入ってるもん。VR 公演応募しました。え？そう、みんなチーム系公演出るんだよ。やっとって感じでしょ。なんかノブトラの、試写会とかでバタバタして出れなかったから、ちょっと遅咲き 遅咲きともですけど。出るよ、26日。ちょっと新たな試みをしてみる。まあ洗濯物を干し、やってて遅れちゃった。手が乾燥してずっと公園出るの楽しみに待ってました。ね、確かに私全然出てない、全然出てないよ。今日唇の絵がすごく悪いから。そう、顔すっきりしてるね。すっきりしてるね。いつもはしないけど、アイロンはしないけど。全然完璧じゃないよ、公演。だから明日からやり始める。でも VR 会員、VR だから、
どうなんだろう。みんな来れるの？VR 会員になってくれたの？ダイヤに会いたい。会いに来て。あ、お話し会。お話し会の申し込みが始まっているので。明日の1時までだって。ちょっと告知しよう。告知するね。どうしようかな。この写真漏れてると思う？これどう？微妙かな。なんか写真がないんだよね。全然出ないから。明日からイベントです。ショールームイベント。和牛、黒毛和牛、黒毛和牛食べたい。ささみだから、いつもささみか鶏胸だから、うちっていうか私は。すき焼きね、したい。すき焼き食べたい。
お話か明日まで。え、フルーツまだもらえてないね。あのコスプレのやつにしようかな。それが伸びるんだよね。三次受付が明日の18時から始まる。アップ目いっちゃう？こういう感じ。こういう感じで。前髪切りすぎたな。自分で切りすぎたな。伸びてくれないかな。伸びてくれないかな。また投稿する詐欺。詐欺で終わっちゃうから。今自撮りしてやだ。今日顔が疲れて疲れてる。前髪変じゃね。切りすぎたかな。すっぴんでも前髪は気にしちゃうんだよね。人遅くいくないよ。投稿しなきゃ。
髪色がいい感じになってきた。投稿までに1時間もうそれはない。もうどの写真にしようかなって今は迷って。家族 LINE にさ、起きてるって言ったらさ、9時半ごろ誰も返事がない。うちの家族寝るの早いね。これはあんま可愛くない。君に決めた。どう？そう、劇場ね、みんながプレゼントをいっぱい送ってくれたって言ったから、取り行こうとしたんだけど、服とかプレゼントでも時間がなくて、私もいろいろ忙しくて、でちょうどリセット公演出るから26日に、その時でもいいかなっていう。ピーポー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 
じゃあ皆さんに選んでもらおう。こちらか、こちらかですね。こちらかどっちがいいですか？やっぱりやっぱり2枚目。じゃあ2枚目の視聴へ。お話し会？いつもすっぽんでごめんねって間違えて、間違えてなくない？すっぴんだよ。どうして？なんか漏れすぎ漏れすぎ、もういっか。待ってる待ってるにゃん。よし、いいえ、ツイートした、ツイートしました。ツイートしたよ。わ、すごい、もう13個いいね来てる。すげー、すごい、すごい。すごいね。うわぁ、26だ。プジャマあったかいよ。着る？
喉乾いちゃった。私は部屋の中にキッチンがあるのですぐ飲み物を取りに行けるのです。炭酸飲むと涙出てくる。あ、もう91年生きてるなんか告知ツイートって全然伸びないイメージなんだけど。好きになってきた？じゃあもう嫌いにならないでね腹すいた。今日チョコしか食べてないチョコしか食べてないです。朝めっちゃ早く起きて、
応。え、お寿司とか食べたい。なんかインスタ見たらお寿司が出てきた。1月いつだっけ？1月の お話し会 16？ 自分が分かってない。何曜日？みんなに全部聞くっていう。ウーバー今から。でもマックが食べたい。マックが食べたい。めっちゃ目を輝かして言ってたよね。マックが食べたい。いやマックかいってね。日曜日ありがとう。話し会受付中だよ。初めての方もぜひとか書いてみるか。初めての方もぜひ。TikTok も投稿しちゃおうかな。流れに乗って。うん。あ、もうお腹空いてきた。どうしよう。家にね、食料がスープとカップラーメンしかない。冷凍食品。飽きた飽きた。
でも TikTok 撮ってやるやつがないや。撮ってやるやつがないかった。地震来たら非常食、もうそうやって思ってるじゃん。非常食だけはめちゃめちゃある。しかも、もう地震対策超できてるから。こないだなんか大きいのあったじゃん。こないだっていうか2ヶ月くらい前か、その時にもう怖いと思って、もう南海トラフとか本当に来るんじゃねとか思って、東京直下型とか。なので一人で百均とか買い出しに行って、リュックの中に非常食とか入ってるし、ガスコンロもなんかこの、あのクローゼットの上のところにあるし、今撮る。最近見てないから何が流行ってるのか分かんないんだよね。でもみんな対策しといた方がいいよね。ね、作るか分かんないじゃん、そういうのって。来てからじゃ遅いじゃん、後悔してからじゃ遅いじゃん。っていう話です。髪の毛抜けました。見えますか、これ。いくらで売れるかな、この髪の毛。皆さんだったらいくらで買いますか。超キモいこと自分で言ってるね。ひらりとまやかの髪の毛、メルカリに売ってみようかな。最初めっちゃ寝よう。待って、1万やばいじゃん。なんか全部取って、この髪の毛何本あるんだろう。そしたら超お金持ちやん。おもろ、これ1本1万円、すごいすごい。これみんな買ってどうするの、この髪の毛。待って、ちょっと自分で言ったのが悪かった、ごめん、変なこと言ったわやかよ。そしたら私今バッとこうやってカッていっぱい抜くよ。みんなのとこに送るよ。全部。配信はあと10分しますね。今日ね、2時間くらいしか寝てない。寝なくて起きてた。2時間？ 2 時間も寝てないかな。
まり眠くない、お腹すいたっていう方が勝つ。最近すごくなんか20歳くらいに 見られることが多くて、前髪と髪色なのかわからないんだけど、何なんだろうなんか嬉しいのかな、それって。でも大人っぽいとも言われたいし、可愛いとも言われたい。欲張りだし、出すだって欲張りです。ダメかな、ダメかな、ダメかな。どうなんだろうね、この感じ。こうやって切ったらめっちゃ幼く見えそう。これ昔の私じゃん、黒髪ボブ。明るめの髪色マークティブな感じですけど、次に染めるときは明るくしようかな。じゃあなんか舞台演出だったからさ、髪をちょっと暗くしてみたの。前々回の時の舞台挨拶の時にね、髪の毛そんな明るくないけど写真に撮られてめちゃめちゃ明るかったから、今ぐらいがいるもの。この配信あと結構暗く見えるかも。まだ染めないかな、染めて1週間ちょっと、10日くらいか。次の舞台挨拶もうないかな。てかさ、いつもコメント見てるからさ、みんなと目合ってないよね。明日からのイベント、すき焼き焼肉、黒毛和牛って書いてあったよね。すき焼き食べたい、すき焼き好き。え、そうなんだ、違うの、なんか
どっちか選ぶの？すき焼き。でも、お肉が違うの？いいお肉の方がいい。すき焼き配信するの？一人でご飯食べるの寂しいよ。普通に一人で食べててもいいんだけどさ、なんか喋りながら一人でっていうのが寂しい。赤ちゃん劇場でうちわ持ってったら、劇場で彩香ちゃんうちわ持ってったら気づいてもらえますか？めっちゃ嬉しい。探します。この前ラーメン食べてた。あの時ね、あの時がカップラーメン食べてたね、配信で。最近食生活やばい、自炊してない。カップラーメンか春雨スープかコーンスープか冷凍食品。ここだけの秘密ね。そう、でもこの間は焼きそば作った。一人で食べた。お米炊飯器ないんだ、うち。あんまりそんなに炊飯器なくて困ったことないから、でも炊飯器で鶏胸肉を作れるとかあるじゃん。だからね、炊飯器欲しいんだけど、別にご飯はそんなに。あと炊き込みご飯作りたいっていうのだけ。最近麺類好きなんだよね、ラーメンとか。今日ね、家族ラインがにぎわってて、家族ラインで彩香が今日はみんな何やってしてんのって言ったら、ね、なんか既読無視されてて、家族みんなから。なんでだろうって思ったので、夕方ごろ、あ、ごめん、返信するの忘れてたってママから来て、今日はチョコとクロを連れてラーメン食べ行ってきたよって、静岡の方にラーメン食べ行ってきたよって。静岡に美味しい辛いラーメン屋さんがあって、私も実家に行った時は家族と一緒に行ってたんだけど、そう、チョコとクロとパパとママと弟もいたのかな。で、行ったらしい。
その店こっそり教えて。私教えたくない店ナンバーワンかも。教えたくないお店ナンバーワンなんてことはないですけど、言ったらみんなと遭遇しそうで怖いもん。でも本当に美味しいの、本当に美味しい。あの辛いラーメン好きな人はあの蒙古タンメンより全然好き。サインあないですよ、ないですよ。なんか私がさ地元のお店とかもさファンの方が行ってくれたりして、すごいなんか私のファンの人が作ってくれたパンフレットが置いてあってそうあのシフォンケーキ屋さんに地元ので、そこのシフォンケーキ屋さん行ったらえみたいな、本人みたいに言われて、ああと思って、あそうだアイドルだったわと思ってでも嬉しいよね。なんかやっぱさ地元にいる時は超普通の人だからさ、今も普通の人なんだけどさ、今日もセクシー姉さん、今日セクシー姉さんか。確かにファンなら行ってる店行きたくなる。でも絶対行って損はないと思います。ちょっともう一回調べてみていい？めっちゃ美味しそう。メニューだけ教えて。そう、メニューがそこの名前が入ってんだよ辛いの食べたくなってきた。もうお腹すいた。ウーバー頼もうかな。でもダメ、節約生活してるから今。でも見るだけ見るね。え今全然雨降ってるからか、なんか配達員がいないの。配達員がいない。赤からとかめっちゃ美味しそう。
もう11時過ぎてた。じゃあ1時間やった？1時間やったかな。ちょうど1時間。お。じゃあ、スクショ。あ、これ見えてるのはヒートテックです。残念でした。残念でした。皆さん残念でした。見えたって思ったでしょ、さっき私が立った時に。ヒートテックでした。残念でした。はい、じゃあ。前髪切りすぎたな、やっぱり。ラーメン聞きたかった？じゃあ聞きたい人はお話し会で聞いてね。めっちゃ私の行きつけの、静岡のラーメン屋さん聞きたいって人はお話し会申し込んでください。明日までだから今申し込んじゃってそうだよ、それまで聞けない。さあ今日はこのぐらい近づいてみようかな。アップだとどういう感じがいいんだろう。嘘嘘、ちゃんと可愛いの撮って。やっぱ SNS 発信されるから、ちょっとふざけ、ちゃんとやるわ。ひたりともちゃん、れいちゃんに似てる。妹なんですよ。なんか妹なんですよ。じゃあバイビー。ひだやってやっぱりか、やっぱりか、やっぱりか、いいよ、やっぱりでもいいよ。じゃあ、ランキング読みます。1位のぶさん、2位ひろかんぶりさん、3位なははんさん、4位ピアノマンさん、5位キャプテンアクアさん、6位ラブイチゴちゃん、7位ワイマツさん、8位大粒ちゃん、9位ピーターさん、10位かっちゃん、11位プリンさん、12位ハーマンさん、13位アキラさんです。
シーダイナマイトはい、セクシーダイナマイトです。なわけ。ご想像にお任せしますってわけで、バイバイ。ありがとうね。お話し会みんな追加してください。あ、持ってる人が持ってない、ん？追加してないっていうか、なんだっけ、なんて言おうとしたんだっけ。やばい、今日頭が回んないよ。あ、そう、申し込んでないよって人は申し込んでください。バイバイ。みんな見てくれてありがとう。おやすみ。テレビ見ようかな。あ、ついてた、ついてた。よかった。今着替えようとしたんだよね。今さ、着替えようとしたんだよね。よかった、気づいて。危ない危ない。あ、これそれこそ番だったわ。じゃあね、バイバイ。わざとでした。バイバーイ。本当にバイバイ。